見たことないよこんなお花って方いると思いますけどね。はい、こんにちは。今日はですね、マリーゴールドの植え付けをやっていきたいと思います。春から秋までとっても長い間綺麗に咲いてくれる安くて丈夫で育てやすいお花、始めたばかりの方からもう園芸慣れた方まで、はい、幅広くね愛されるお花じゃないかなって思います。ということでやっていきたいと思います。どうぞどうぞ、綺麗、お花は全部綺麗、どうぞ。はい、今日はですね、3株をこれ混植植えっていう感じで一鉢に植えたいと思ってるんですけども、一株だけで植える場合でしたら6号鉢、3株まとめて植える場合は8号鉢ぐらいがいいんじゃないかなって思います。6号鉢と8号鉢、結構ね大きさが違いますよね。はい、そんな感じで今日は3株植えということで6号鉢のこのプランターに植えていきたいと思います。よく使われるプランターでしたらこの60センチプランターとかあるんですけども、こういったプランターでしたらね3株ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思います。育て方なんかも一緒に説明しながら植えていこうと思います。どうぞ。はい、じゃあまず簡単な株選びの方からねお話ししておきましょうか。はい、まずこちらをお見せしたいんですけども、3本植わってますよね。はい、こんな感じで、これがですね2本植わってるものとか4本植わってるものとか、はい、いろいろね実はあったりするんで、基本的にはこうやって3本植えっていうものが多くなってくると思うんですけども、中にはですね値段が安くて1本植えのものもあると思いますので、はい、それはこう販売されてるお店によりますので、いろいろとお好きなものを選んでもらえるといいと思います。はい、こちらはカインズホームさんで買ったんですけども、しっかりとしたものが3本植えてあるもの、はい、そんな感じでこちらを3株まとめて植えていこうと思います。じゃあまずね根っこの方見てみましょう。はい、この辺のまず一つ見てみましょうか。どうかな、あ、いいですね、しっかりと根っこの張ったものですね。はい、ちょうどいいんじゃないかなって思います。ついでに残りの2つも見てみましょう。どうかな、あ、いいですね、同じような感じかな、こんな感じと、さあもうワンポット、どうかな、よっ、あ、いいですね、はい、こんな感じで、はい、いい感じにね根っこ張ってるものですね。はい、だいたい今春先なので出回ってるものってそんなに傷んだものないと思いますので、太い茎でしっかりとしてるもの、あんまりグラグラしすぎないものを選んでもらえれば大丈夫じゃないかなと思います。はい、ということでね植え付け前の準備をしたいと思います。まずポットから出して黄色くなった下葉なんかがあれば取ってあげます。将来これすごく大きくなりますので、下の方風通しが悪くなっちゃうと害虫が来ちゃったりね病気の元になってしまうので、今のうちに枯れた下葉、黄色くなった下葉なんかは取ってあげるといいと思います。いいかな。そうしたらまず土の表面軽く落としてあげます。枯れ葉が落ちてたり苔が生えてたりすることがありますので簡単に落とします。そうしたら今度鉢底の根っこを軽くほぐす感じですね。はい、そこまでこう一生懸命そこまでしっかりと回っていないのでこんなもんでいいかな。はい、こうやって根っこ取れることありますけど、そんなに気にしなくて大丈夫です。はい、とっても強いので、これを3株やっていきます。はい、やることは基本的には一緒ですね。表面の土を軽く落としてあげて鉢底ほぐしてあげる。もう手でほぐしちゃっても全然大丈夫ですね。お箸を使うとちょっとやりやすいかなみたいな感じで、根っこは切れるけど、はい、そんなに気にしなくて大丈夫です。すぐに生えてきますので、黄色くなった下葉があれば今のうちに取っておきましょう。だいたいこんな感じでほぐしてあげました。こんな感じ。
さあ、じゃあ早速植え付けの方を始めたいと思います。はい、植木鉢は8号鉢、3株植えなので8号鉢、1株しか植えない場合は6号鉢ぐらいでいいと思います。はい、まず水はけを良くするために鉢底に鉢底石を入れます。今回は鉢底石の代わりに赤玉土の大粒入れたいと思います。一年草なんでね、春から秋まで育てる分には赤玉土の大粒でも崩れることなくね、残ってくれますので、はい、どちらでもいいと思います。赤玉土の大粒または鉢底石、穴がいっぱい開いた水はけのいい鉢を使ってますので、鉢底石とか赤玉土の大粒少なめでいいと思います。はい、培養土はこちらになります。市販の草花用の培養土に赤玉土を 2,3 割入れて水はけを良くしてあります。はい、赤玉土をね、入れると入れないで結構植物の成長が変わってきますので、普段だいたい赤玉土を3割ぐらい入れて使ってます。はい、そこにマガンプ K、どこのホームセンターさんでも売ってると思いますけど、これを一握り程度入れて、はい、培養土に足したもの、はい、こちらを入れていきます。赤玉土を 2,3 割混ぜたのは赤玉土の小粒ですね。はい、小粒または中粒ぐらいがいいんじゃないかなと思います。はい、ある程度培養土を入れたら高さを合わせます。もうちょっとかな、もうちょっと、入れすぎちゃった、入れすぎちゃったから、はい、こんなもんかな。はい、このぐらいでちょうどいいですね。だいたい8から2センチぐらいはウォータースペースって言って、水やりをするときに水が溢れないように、はい、鉢の上から2センチぐらい隙間ができるように植え付けます。はい、続いてはこれいつも使ってるんですけども、オルトランの DX、 アブラムシとかハダニとかアザミウマとかいろんなね、基本的な害虫やっつけてくれますので、これ入れてあげます。用法用量を守って入れてください。よし、こちらを混ぜてあげて3株、どんな感じかな、バランス的にはまあお好みのお花選んでもらうのが一番いいと思うんですけども、色によって成長の違いが出る場合があるので、おすすめとしてはこうやって植える場合は同じ色を3株植えた方が成長の感じが揃うことが多いかなと思います。はい、まあとりあえず小さいことはあまり気にせずに好きなものを選んできました。はい、こんな感じかな。あとは土を足してあげる。今これ8号鉢に植えてますけども、2ヶ月とかするとこの鉢でも多分いっぱいいっぱいになっちゃうと思うので、最終的には10号鉢ぐらいにね、植え替えることになると思うんですね。マリーゴールドこう花壇で植えてるとたくさん植えてあってコンパクトに育ってる印象あると思うんですけども、実はしっかりと育てるととっても大きくなります。はい、考えられないぐらい大きくなるので、高さで言うとね、どのくらいかな、40センチとか50センチぐらいまでどん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 育ちますので、はい、意外にもちゃんと育てると花つき抜群でものすごく綺麗に育ちます。はい、びっくりしてください。いつもね、こう背景にお花を置いてるんで、そんな感じでどこかでお見せできたらいいなと思います。先ほどウォータースペース、鉢の上から2センチぐらい取るって言ったんですけども、土はだいたいこう育てて水をあげてる間に1センチぐらいは沈みますので、はい、このぐらいで大丈夫じゃないかな。ウォータースペース今のところ1センチぐらいですけど、最終的にはもう少し沈んでくれるのでちょうど良くなると思います。できたかな。はい、綺麗ですね。鉢に植え替えただけでもだいぶ印象変わってきます。角度的にはどうなんだろう、このぐらいが綺麗かな。うん、まだまだねお花小さいですけども、あっという間に大きくなりますので楽しみ。はい、それではね、じゃあ水をたっぷり与えてあげます。植え付けた時は本当にね、たっぷりたっぷり与えてあげます。鉢底から水がたっぷりふり溢れるぐらいに、これでもかってぐらい与えちゃって大丈夫です。
今せっかく花が咲いてるので、ここに水をかけてしまうとお花が傷んでしまうので、株元から。基本的にはお花に水を当てないで、株元から与えてあげるっていうことになってきます。わかりにくいかな？はい、いっぱい出てますね。よいしょ。はい、それではね、あとは置き場所とか日々の管理、ちょっと説明したいと思います。まず置き場所なんですけども、太陽大好きなお花なので、日当たりのいい場所に置いてあげるといいと思います。真夏の西日っていうのがとても強くて、お花弱ってしまう場合があるので、真夏に限っては午前中だけ日の当たるような場所でもいいですし、できれば西日の当たらないような場所に置いてあげる。はい、花壇なんかに植える場合でしたら、もう西日当たってもね、それは仕方ないので、まあもうしょうがないかな。はい、その辺はしょうがないかなって思います。そうしたら、あとは肥料ですね。植え付けてから1ヶ月ぐらいしたら根がかなりしっかりと張ってきますので、本当にね、どんな肥料でもいいんですけど、草花用の肥料、だいたい効果が、まあ、商品によっても違うんですけども、1ヶ月とか2ヶ月効くものっていうのが多いと思うので、植え付け1ヶ月後から与えてあげる。定期的に与えてあげる。そうすることによってマリーゴールドがね、びっくりするぐらい大きく育ちますので、できればね、はい、固形肥料なんかは与えてあげるといいと思います。真夏に限っては一旦固形肥料はストップしてもいいかな。8月、そうですね、7月の下旬から8月いっぱい、そして9月の上旬ぐらいだと、さすがのマリーゴールドも暑さで弱ってくる場合があるので、そうしたらその間は肥料はストップしていいと思います。あとはですね、液体肥料、豆な方はね、液体肥料を1000倍とか500倍に薄めたものを定期的に、月に2回ぐらいでいいと思うんで、与えてあげるとより大きく立派に育つんじゃないかなと思います。このね、肥料を、液体肥料もね、だいたいホームセンターさんとか園芸店さんでいろんなものを置いてあるので、お好きなものを使えばいいんじゃないかなって思います。はい、まあマリーゴールドはそこまで肥料を必要としないので、液体肥料に関しては与えても与えなくてもいいかなって思います。あとは水やりですね。はい、あんまり毎日毎日水を与えてしまうと、必ず根腐れで弱ってしまったり枯れちゃったりすることがあるので、土の表面がしっかりと乾いたらお水を与える。これはね、大体どのお花でも基本になってきます。はい、よくね、始めたばっかりの方って、お花が可愛くて可愛くて毎日お花を、じゃない、毎日お水を与えたくなっちゃうと思うんですけども、土の表面がちゃんと乾いてからで十分間に合いますので、はい、そんな感じでお水を与えてあげるといいと思います。はい、ということでですね、今日はマリーゴールドの植え付けやってみました。これね、本当にね、すぐに大きくなってしまうので、最終的に10号鉢か12号鉢ぐらいに植え付けると思うんですけども、植え付ける、植え替えることになると思うんですね。すっごい大きくなるんで、はい、なのでまたその成長した姿っていうのもお見せしていけたらいいなと思います。あとはあとは、はい、ということで一旦それではバイバイ。いつもありがとうございます。本当にありがとうございます。いろんなお花紹介していきたいと思いますので、はい、じゃあ一旦それではですけど、今日のお花のコーナー少しだけどうぞ。はい、お花のコーナー、見たい方見たい方だけ見てください。はい、8号鉢に今植え付けてこんな感じ。はい、これね、あっという間に大きくなるんですよね。びっくりするぐらいね。はい、マリーゴールドちゃん、いいですね。3色植えね、お好きなお花を選んで植えるといいんじゃないかな。つぼみ折れてますね。株を優先的に育てたい場合っていうのは、これつぼみとかお花今のうちにね、切っちゃったりすると、なんか2倍ぐらい、 1.5 倍から2倍ぐらいのスピードで株が育ちますので、はい、あまり、まあおすすめ、お花が楽しめなくなっちゃうのであまりおすすめはしないけども、はい、そんなやり方もありますね。はい、僕の場合どうしようかな、これもしかしたら、これ今からつぼみ落としちゃうかもしれないですけど、はい、そんな感じで。こちらがいちごショートっていう品種ですね。サントリーさんのボンザマーガレット。これがレモンイエローかな。お花だんだんちっちゃくなってきて終わりになってきちゃったかな。はい、特殊なアジサイもありますので、これもうちょっとしたら紹介したいので、ちょっと今日はあんまり映さないかな。
はい、こちらがカインズさんで買った何でしたっけ、アフレザキペチュニアラズベリージャム、すごくねカインズホームさんで一押し的な感じでたくさん売ってましたけど、498円の大きい株でしたね。これね、もともと大きい株なので、これ10号鉢に植えたんですけども、もりもり。そして冬越しをした PW さんのカリブラコアがこんな感じで、こちらはダイアンサスのパープルウェディング、滝井さんの商品になったと思いますね、だと思います。はい、これはすごく成長早くて花付きが抜群で、たくさん売れてるんじゃないかな、これ。はい、これサンクエールってお花ですけど、冬越し多分マイナス5度ぐらいまでは耐えそうなイメージありますね。はい、5月の中旬ぐらいから販売されるんじゃないかな、サンクエール。これね、去年あまりうまく育てられなかったんですけど、今年はちょっとコツをつかんだので、苗が販売される頃に紹介したいと思います。これサンクエール、見たことないよこんなお花って方いると思いますけどね、すごい。話すと長くなるから、はい、最後にしようかな、どうしようかな。はい、これがあれだ、マックスマムのなんて言ったっけ、朝焼けピンクですね。今年から発売になったもの。またこれ完全に水切れしてますね。水切れってほどじゃないけど、ちょっと葉っぱがくたーってなってるので、水やりちょうどいいですね。ナイスタイミング。もうこれ最後にします。アズーロコンパクトのラベンダー、なんだったっけな、ラベンダーシャワーって色ですね。去年これ梅雨で枯らしてしまったんですね。はい、でもまとまりが良くてとってもね綺麗だったので、今年も買ってみました。はい、ブルーとブルー、はい、アズーロコンパクトのこのブルーとホワイト、あ、スーパーリスさんと被っちゃった。このホワイトは夏越し冬越し成功したので、はい、そんな感じかな。まあまた明日明後日あたり動画出しますので、なんか紹介したいと思います、いろいろと。はい、ということで今日はマリーゴールドの育て方でした。ということで今日のニャンコのコーナーどうぞ。ニャンコのコーナー始まるよ。ガザニア綺麗、今度植え付けやろうかな、綺麗だね。ニャンコのコーナーが始まったけど、気づいたらここにポンちゃんピンピン丸、ポンちゃんピンピン丸ってなんだ。そしてここには何かが潜んでいる。もうね、ここに来るとチュールがもらえるっていうのを分かっているニーニちゃん、吹っ飛んできた、どっかから。何、いつの間に来たの、何、猫入り、猫穴に入りじゃん、やだよ。ちょっと上に上がろう、上に上がると撮影しやすいよ。やべえ、はい、ごめん、ニーニちゃん、ちょっとチュールがかかっちゃったでしょ、ほら、これチュールがかかっちゃった、チュール、ちょっと待って、順番があるから、ペロペロ、双子だから絶対似た動きするから、いつもそうだけど、双子だから、ペロペロ、そっくりなんだけど、よく似てるね。赤い首輪のホンちゃんと青い首輪のニセちゃんで、どっちが可愛いの？もう一回だけ。似てるんだよね、動きがね。動きがそっくりだよ。ふったごっちゃんはかわいいな。あー、チュールが出ちゃった。あ、ダメ、もうパンチしないでよ。あ、そういう作戦ね。手につけたやつを舐めるという作戦。
じゃあ、本ちゃん。動きが似てるんだよ。そっくりじゃんよ、君たち。こう離れると猫もついてくるかもしれないよ。あ、なんか遊ぶのかな。何するんだろう。土管の中に入りたいのかな。土管？すごい田舎。今度あの山に自然に藤が生えてるんですね。藤の花咲いてきたから、おお来た、それを撮影にでも行ってみようかな。もう少しで満開な気がする。これが食いしん坊ニセちゃん。はい、どうも食いしん坊のニセちゃんです。また頭にチュールがついちゃったじゃんよ。もうのんびり。本ちゃんは絶対走らない。本ちゃん走らない。なにガツガツしない約束でしょね。もう楽しいね。もう終わりでいいしょ。終わりでいいよ。頭にチュールがついてる。こう脇にもチュールがついてんじゃんよ。まだほらやだな。もうお風呂入りだな。あったかいし。はい、どう？もう君たちいいよ、これで。にゃんこのコーナー大体終わりでしょ。うん、のどかだね。来なくていいから、こっちに。自然に散歩してくれればいいから。もうニセちゃんってすごいな。ニセちゃん来すぎ。もう本ちゃんはいいって。ほら本ちゃんこっち暑いって。ほら日陰に入っちゃった。ね、いいでしょ。ということで今日はということで、にゃんこは自然へと帰っていきました。もう自然に帰ってもらいます。おしまい。痛いよ。終わったの、にゃんこのコーナー。空まで映して終わったの。終わったんだよ。にゃんこのコーナーは空まで映して終わったの。あれやったらもう終わりだから、いつもね。なんかえ何、なんかパパのところが影になってるなじゃないんだよね。お父さんの日陰にして休まないでくれる。暑いんだね。黒猫は熱の吸収が本当に。にゃ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 、いつもありがとね。バイバーイ。